にしてるぞ。ああ、もうすぐバレンタインなので、こうなんかおすすめのチョコがあったらおすすめのチョコ、はい、まあ、バレンタイン別にチョコじゃなくてもいいと思うんですけども、まあ、あげるとしたら、ピエール・エルメさんのボンボンショコラが期間限定で、まあ、僕はちょっとお酒がダメなんで食べれないんですけれども、そのボンボンショコラなんかはすごく大人の方にあげるっていうところではいいかなと思うんですけど、まあ、今回あのプレワークアウトっていうことですけども、はい、結婚へ向けてのプレワークアウト噛んでるじゃないですかプレワークアウト結婚に向けてですか、はい、そうですね、それはもうずっとここ1、2年やってるので、あまりね伸ばしてもしょうがないですし、はい、しっかりとけじめもつけなきゃなとは思ってますけれど、はい、まあ早いうちですね、早いって言ったらもう 2,3 年じゃないと思うんで、はい、まああんまり寒い時期にはなりたくないなとは、なんかね、あったかいほのぼのしたぐらいの方がいいのかなとは思ったりはしてますけれどもね、ちょっと期待しています、はい、ありがとうございます、はい、以前多分スマスマ見てたことあると思うんですけど、はい、昨日スマップが、はい、まあ、いろいろと生放送でどうでした？怖くて見れなかったんですよ僕、だから録画しといて、まあ、ジムの後に見たんですけれども、やっぱりこう自分たち の, ちゃんと言葉でああいうふうに伝えるっていうのはやっぱりすごくこう素晴らしいなというか、まあサッカーでいうと本当に日本代表みたいなもので、アジアとか世界で知られてるスマップさんですから、今後も絶対、まあ、今まで以上に頑張ってくれると思いますし、一ファンとしてまた楽しみみたいなと思います。関西でも一緒に共演なさってると思うんですけれども、はい、この前ベッキーさんから話っていうのはそれについてありました？いや、前室で、ご迷惑をおかけして私事で、すいませんっていう謝罪がありましたし、でも普段通りというか、はい、もうたくさんの記者の方がやっぱり局の前にいらっしゃったので、なぜか知らないですけど僕が入っていくときすごい僕がカメラのフラッシュをたかれて俺また何かしたかなじゃないですけど僕じゃないのになと思いながら、その話をしようかなと思ったんですけどやめときました、それだけ今日サウジアラビア戦もあるということで、はい、ご経験されている前園さんが、はい、どのようにご覧になってますか？この後がすごく大変で、もう負ければ終わりなんで、準々決勝、準決勝に向けて、まあ、スマップさんじゃないですけど、もう一回一つになって、やっぱり誰か一人、他の方向を向いてると、やっぱサッカーは生き物なんで勝てないので、全員力を合わせて挑んでほしいなというふうに思っていますけど。